皆さんご機嫌いかがでしょうか大和物語の第139段1回目です今日はここからです拡大して読んでいきましょうまずこれは先という漢字を崩したものです次は帝読み仮名がついていますこの読み仮名は本を所有している人が 書き込んだものです一応読んでみましょうセと書いてありますこれは2文字続けててい。イ次はノこれはゴという漢字を崩したものです読み仮名はサンという漢字を崩したものでミと読みますこのようにこのひらがなで書かれた読み仮名がですねすべて正しいとは限りません ご注意ください。次は「時」。これは「に」。次は承諾の「章という漢字を崩したものです。次は「薫」という漢字を崩したものです。そして「殿」という漢字を崩したものです。読み方は「志」という漢字を崩したもので「し」と読みます。これは「やう」と書いてあります。次は「買う」。 これはとのと書いてあります。状況伝と読みます。次は能力の能という漢字を崩したもので、能と読みます。次は5という漢字を崩したものです。次は息という漢字を崩したものです。これはところという漢字を崩したものです。 読み方はさんという漢字を崩したもので、みと読みます。次はや。これは春という漢字を崩したもので、すと読みます。これはん文字続けて、ところと書いてあります。次はの。これはごという漢字を崩したものです。次はさう。これはし。 次は2という漢字を崩したもので、2と読みます。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。先代の御時、上京殿の見やすどころのみぞうしに。先代の御時、上京殿の見やすどころの三つぼねに。となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。 まずこれは中次は収めるという漢字を崩したものです次は言うという漢字を崩したものですこれはちうな。これは古いという漢字を崩したものでこと読みます次はんこれはの次は君これはと これは以上のい。私たちが使っているひらがなのいのもとの字です。い、それからふ。次は人。これはサフラヒと4文字ですね。次は介護の介という漢字を崩したもので、けと読みます。次はり。 それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。中納言の君という人、サブライケリ。中納言の君という人がお仕えしていたとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは二文字、総れ。次は、お。これは、 という漢字を崩したものです次は「へい」という漢字を崩したものです。次は「夫人のふ」という漢字を崩したもので「ふ」と読みます。読み方が振ってあります。主が「主」が入ってますね、えー。「ゆえ」という読み方間違いだということに後から気づいたのでしょう。一応読んでみます。ゆえ 次は3文字「ひやう」と書いてあります。ここは「ぶ」。ゆえひやうぶ」と読み仮名を振ってあります。次は「きや」。これは「う」。次は「の」。これは「みや」という漢字を崩したものです。読み仮名は「さん」という漢字を崩したもので「み」と呼びます。 次は「や」。これは「わ」。この部分は可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。次は「男」。読み仮名は「男」と書いてあります。次は「に」という漢字を崩したもので、「に」と読みます。次は「て。 それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょうそれを古兵部教の宮若男にいてそれで古兵部教の宮がまだ若い男でとなります次はここからです拡大して読んでいきましょうまずこれは1次は宮という漢字を崩したものです 読み仮名は色という漢字を崩したものと非常に形が似ていますから、えー、昔の人でもちゃんと読み間違えたのであります。色と書いてあります。次は「と」これは「き」そして「こ」次は「え」これは「て」次は「みや」という漢字を崩したものです。 今度は間違いないようですね。三という漢字を崩したもので、三と読みます。次は、や。これは2文字続けていってみましょう。この。次は、みです。これは、たもうという漢字を崩したものです。次は、遣唐使の剣という漢字を崩したもので、けと読みます。これは、る。次は、 これは道路の路という漢字を崩したもので、ロと読みます。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。一宮と聞こえて色好みたまける頃。一宮と申し上げて色好みをなさっていた頃となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。 まずこれは承諾の章という漢字を崩したものです。次は薫。これはとのという漢字を崩したものです。読み仮名が振ってあります。一応読んでみましょう。志という漢字を崩したもので、死と読みます。これはや。次はう。これは2文字いきましょう。買う。次はの。 これは、はという漢字を崩したもので、はと読みます。次は2文字続けて、いと。これは、ち。この部分は可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。次は、き。これは、本という漢字を崩したもので、ほと読みます。次は、と。これは、ニ。ここは2文字続けていきましょう。なん 次は安倍さんの「あ」という漢字を崩したもので「あ」と読みます。これは「り」。次は介護の「かい」という漢字を崩したもので「け」と読みます。次は「るい」という漢字を崩したもので「る」と読みます。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。状況伝は「い」と「近き」ほどに「難ありける。 状況伝は大層近いところにあったとなります次はここからです拡大して読んでいきましょうまず2文字ラウ次は2文字アリこれは置いてという漢字を崩したものでおと読みますこれは可能のかという漢字を崩したものでかと読みますこの部分はし 次は、支えるという漢字を崩したもので、木と読みます。次は、人々。下は、踊り字です。この踊り字は漢字を繰り返すときの踊り字です。次は、あり。これは、と。次は、聞くという漢字を崩したものです。次は、たもうという漢字を崩したもので、下は、て。 それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。老ありおかしき人々ありと聞きたまいてそこによなれてさまざまな心得があり素晴らしい人々がいるということをお聞きになったのでとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。 まずこれはものという漢字を崩したものです。次は二文字、なと。これはの。次はたもという漢字を崩したものです。下はひ。次はか。次ははちという漢字を崩したもので、はと読みます。これはし。 次は介護の介という漢字を崩したもので、けと読みます。次はり。念ごろな話などを交わされたとなります。念ごろな話などを交わされたとなります。今日はここまでです。それでは皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。